入社当時の私へ。霧の中で目の前のタスクを終わらせるだけで精一杯、ルールの中で窮屈な仕事だと思っていませんか？だけど今は想像力が問われるワクワクする仕事だと気づいて、難しいからこそ楽しめています。今こうして振り返ると偶然だけではないのかもしれないです。チャンスの裏にはいつだって期待してくれた人たちがいたのですから。だから丁寧に誠実にコツコツやれば大丈夫です。その一生懸命は報われますよ。入社の時の説明会で説明してくださった女性の方が駐在の経験とかを話してくださって、そういうニューヨークの街をこう颯爽と歩くキャリアウーマンみたいなのに憧れを抱いて東松で働きたいなと思っていたんですけども、監査っていうのは社会の、インフラの一つだと思うんですね。昨今いろんな事件が、経済的な事件もあって、そういった期待とかの幅が広がっているので、そういった意味でプレッシャーも感じるところではあるんですけれども、だからこそこう意義があるというか、社会のこう基盤として必要とされてるなっていうふうに思う仕事です。ルールとかフレームワークがある中でこうどうやるかっていう仕事なんですけれども、そのフレームワークがあるからこそ逆に自由でいられるっていうのに気づいた時に、世界とかそういった面白さとか、なんかそういったものが広がったなって、ルールの中でやってる積み上げがあったからそこに気づけて飛躍できたのかなっていうふうに思ってます。監査の環境はすごくこう変わっていっている、結構ダイナミックにその AI とかそういったものでどんどん変わっていってるので、環境の変化自体を楽しめるように、でそれでそれをこう周りのみんなにもそういうふうに前向きに捉えられていくように、こう牽引していくような、そのこう先頭走っていけるようなプレイヤーになっていきたいなというふうに思ってます。